それではまた指定報告に戻らせてもらいたいと思います。東京産業協の相川さんの方からお願いいたします。今紹介されました東京社保協、表紙には事務局長と書いてありますが事務局次長ですのでお断りをしております。私の報告は118ページ119ページに資料が載ってますのでご参照ください。分かりやすい言葉で書いたつもりですので読んでいただければ私の報告は済むんですが、そういうわけにいかないんで言いたいことだけ3点言いたいというふうに思います。最初に結論を言っとかないと時間切れになると思いますので、結論で言いますと国法44条の減免の問題については1番目としては、各自治体に要項を作らせることが大事だというふうに思います。でこの要項があるかどうか、これは社保協をつかまなきゃいけないんで国法のアンケートだから要項があるかどうか、減免が実際あるのかで、どういう基準なのかというのをこれアンケートできちっとつかむということが必要だと思います。ないところは作らせるということが大事だというのが1番目。それからもう一つ、要項があっても住民が知っているかどうか、これがやっぱり一番問題です。各自治体は知らせてるって言いますが、お知らせの何て言うかな、どこに片隅にちょこっと載ってる、知らない人は知らない、知る人ぞ知る制度なんです。ですから知らない人が分かるような周知徹底の仕方、これが大事だというふうに思います。それから3番目、制度がある、要項も作った、でも使えない制度でじゃあ困るということです。本当に使える制度かどうかっていうのが問題ではないかというふうに思っています。これがまあ3点が結論で、これに向けて私たち取り組んだのは、要項は立川市の場合はあったんです。1996年にもう作ってあったんですが、実際一件も利用がなかった、もちろん市民が知らなかったんです。で私たちもそういう要項があるのを社保協もその地域では知らなかった。でこれなぜ知ったかというと国保のアンケートで知ったんです。でアンケートで、あ、要項があるんだと、でも使ってないじゃないかということで、分かって運動が始まった。それで実際上要項を見てみたらひどい基準だったんですよ。政府の 1.1 倍、あるようなないような、使えるような使えるような基準だったんで、だから、とにかく周知徹底をさせようということで、国運営協議会に実はかけてもらっていろいろ運動をやって要項を作ったんですが、要項というかポスターを作らせたんですが、このポスターを作るにはいろいろドラマがありました。他のところでもあるんじゃないかという、私たちはそう思ってました。どこにもなかったんですよ実際。ポスターも作ってないどころか、チラシもなかったんですよ。それで運営協議会で作ろうということになったんですが、市が調べてみてびっくり、どこにもないと、前例がないと。じゃあ前例がないって言ったら大体自治体はやらないということなんで、作りたくないっていうのが結論だったんですが、運営協議会の中で医師会も薬剤師会もやるって返事をしてたもんですから、やらざるを得ないという外堀を埋まってたんで、実はできたという経過があります。つまり医師会薬剤師会がなぜ、大事かというと、一部負担というのを現場で発生するんですよ。診療の現場でお金が発生するときにそういう宣伝があると、あ、果たして使えるかもしれないっていう、現場でこういう資料があるということも大事だというふうに思います。ですから、こういうことの運動が大事だというふうに思います。しかしこれからが大変なんですけど、こういう制度を作りました。できて、最初の2ヶ月間で問い合わせが40件を超えました。あ、これはいいなと思ったんですが、実際上該当する人はいないんです。使えないで、ね、ほとんど申請する人は生活保護が取れるんです。で、取れるかなどうかなって言ったら、ほとんど、この基準は使えない、生活保護にならない場合はこの基準が使えないという人がほとんど。だから使えない制度だっていうことははっきり分かったんです。だから 1.1 倍じゃ無駄、ないよりはいいけど使えない。で結局のところ無料低額診療を使ったり、それから政府に移行したりということになってますので、この基準をもう少し上げさせる必要があるというのがこれからの運動になるのではないかなというふうに思っています。経過のところで書いておきましたが、運営協議会やっぱり私たち大事だなというふうに思ってますが、実は、今まであまり運営協議会の傍聴をやってなかったんですが、この運動をやってる中で毎年、運営協議会あるわけですから傍聴を組織をしました。毎回40名以上、最初は椅子は、10以下でした。傍聴した時入りきれないかと思ったら、ちゃんと市は用意をして全員が入れました。
で次からはちゃんと椅子が用意をされるということになりました。でこれが一つで、もう一つは、どこの東京でもいろいろあるんですが、運営協議会に基準があって資料は一切出さないという運営協議がいっぱいあるんです。式次第しかなくれない。で、いろいろ議論をするでしょ。そうすると参加者は、全部メモをして情報共有をつかむなんていうあのところもあるんですが、立川市の場合は全部出すんです。だから全ての資料もいただける。だから、話を聞いてれば全部わかるんですが、これは大事だというふうに思います。どうせあの情報公開をさせる。だから、出た資料は翌日以降は必ず市のホームページに載ります。資料全部。だからこれは大事だというふうに思いますので、もし要項で運営協議会の要項でそういう点がなかったらきちんと出させるということも必要だろうなというふうに思います。だから最後結論になりますが、使えない制度じゃどうにもならないので、これからの運動は 1.1 倍と言わずに、それ以上 あの使える制度にしていかなきゃいけない。なぜかというと、市はこの制度を作ってから2年間で残念ながらまだ誰も該当者がいない。せっかくこんな宣伝をして、でみんな、立川市の場合はほぼ政府が取りやすいんです。市の制度として取りやすいんで、ほとんど政府に移行してしまうんで、実際上市はちゃんと予算措置を取ってるんだからね、利用できる制度にしなさいというのがこれからの運動になるんじゃないかなというふうに思っています。以上です。